やばいやばい、一時停止ボタンを押したらいきなり操作するの。ああ落ちた、波紋が悲しい。海ぽちゃ、数日前、前後左右移動が操作不能、上昇回転のみ可能、なんでお願い動いて。その後操作可能になり無事に帰還。わー危なかった、なんとかなってよかった。ガシガシ、2度目のエラー、ついに勃発、操作不能のままバッテリー切れ。オーマイゴーッ、開いた、おっちゃける。うわー涼しい、って結構冷たいね。ブク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 、結構深いとこまで来てしもた。どうやってここから抜け出そうかね。数分後、でかい魚が来ました。悠々と上泳がんでいいから、ちょっと助けてよ。約8分後、ついに GoPro のバッテリーも切れ、ブラックアウト。しかしこの操作不能になった原因は何なんだ。 Day 2、もちろん自分でも探しに行きましたが無理で、偶然近くにいた方にちょっとお願いしてみました。すいません、探してください。しかし結構濁っていて深かったこともあり見つからず、ご協力本当にありがとうございました。 Day 3、そこで相談したのは九十九島水族館海きららの館長様にお尋ねしたところ、なんと館長様がレスキューに行きましょうと言っていただき、わざわざ船を出していただきました。ありがとうございます。そして現場到着。こっちから見たらまたなんかちょっと違いますね。全然違う。これ結構深かったじゃない。しかし思ったより深くて濁っていたため、この日は諦めて、その2日後の最大干潮時に再度ご協力いただくことになりました。すいません、ありがとうございます。 Day 4、なんと館長さんがついでとは言われていましたが、わざわざソナーで調査いただいたそうです。その結果、これが怪しいのではないかということで位置を確認できました。よしよし、いい兆候です。 Day 5、 ファイナルラウンド。さあ、なんと皆さんで救いの手を出してもらいます。天気も味方してくれました。あ、引いてもやっぱ深かった、深かったじゃない、これ見えてないですよね。ほぼ見えないですね。ね、9メーターで、ここの今、今ここから浅くなる。で、この辺ぐらいじゃないですか。ね、位置的に。うわ、これ全然見えんし。位置的には。結構やっぱ濁ってるんですかね。どうなんですか。特別助っ人イルカトレーナーのエッサ、この後彼が奇跡を起こします。大体こんなもん。ははは、ソナーに映らないか調査中。しかしなかなか映りません。ということで潜ってもらいました。よろしくお願いします。違うか、漁網の塊がありました。漁網の塊。うわー、その辺待ってね。約40分ほど経過し、諦めかけたその時、奇跡が起きる。ありましたー、とエスさんの声。本当に見つかったようです。よかったね。よ、もう超偶然やね。うわー、偶然もよかった。なんかすごい、もうなんかいろんなものがくっついてる。うわ、奇跡だ。うわ、ありがとうございます。うわー、あったー。でも上がんのがされるとね、落ちたとこの辺に上がんとこまで行くってこと。2メーター上がる。あ、そう、2メーター50ぐらい。これ、ただもうあれですかね、カキですかね。カキ、はい、2メーターでもこの間もう見えんと思うと。あ、もうそこを張っていったんですけど、があって、イカが卵産んでるなーとかって思って、あ、そう、待ってみたら、プロペラが出てたんで。イカも卵産んどった。卵産んでました。あ、それはそれで見た感じ。もう救世主ば。あー、ありがとうございます。
トイレも交換できるし、もう溶けとんもん、パーツやらなんやら。そうですね、サビすごいね、サビ早いですね。早いっすね。でもありがとう、いやー救世主はい、書いてもらいます。これがあれば皆様のおかげで無事に見つかりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました館長。もう本当すいません、本当助かりました。今回はありがとうございます。海中に5日間戻ってきたのは本当に奇跡だと思います。操作不能になった原因も調べたいと思います。 GoPro の方は5日間海水に浸かっていたにもかかわらず来ました。いやー本当に問題なさそうですね。DJI ケアリフレッシュに登録していたため3万1000円で機体を交換していただきました。 DJI よりたった5日で郵送の期間含めて機体が戻ってきました。というわけでいろいろありましたが新品が届きました。もう箱入りじゃないですか。ケアフレッシュに入ってると3万1000円、入ってなかったら8万5000円ですか。この本体多分そういうことだと思います。早速開けてみます。じゃん、おーよろしくお願いします。いやーなんだかな、なんだかなです。早速セットアップとやっていきたいと思います。送信機と機体をリンクさせます。送信機の電源ボタンを長押し、ピッピッピッと言ってる間に今度機体の電源を長押しするとリンクしました。それからゴーグルと機体をリンクさせるにはゴーグルのリンクボタンを押してピッピッピッと言ってる間に機体の電源ボタンを5秒長押ししてリンクさせます。これで完了です。その他機体のアクティベート、ファームアップ、安全飛行データの更新等を行いました。操作不能原因検証。なんとなく想像はついていたんですが、スモールリグさんの GoPro マウントを使うと機体の GPS の真上に GoPro が来るために何らかの電波が干渉している、もしくは隠れているために GPS がうまく拾えていない、そこに何か原因があるんじゃないかと思い調べてみました。 GPS に注目してほしいのですが GoPro の電源をオンにしてみました。まあ、特に変わりはないようです。続いて録画を押してみました。そうすると GPS がオレンジ色に変わり、数もすごい変動しレッドに変わってしまいました。まあ、自分の位置がどこか全く分かっていないという状況のようです。なのでホームポイントも分からないですし、リターントゥーホームも使えない状態になってしまってます。録画を停止すると、変わりはなく、電源を落としてみました。電源オフにすると白に戻って自分の位置が確認できました。ちなみに 3D プリントマウントを使ってみたんですが GoPro の位置は前の方に移動します。で GoPro を録画してみました。 GPS の数は変わりなくオレンジ色になることもなく、録画停止をしても特に変動ありません。これが通常の状態だと思われます。このことからやはりマウントが原因で GPS の何らかのエラーを起こし、私の場合は一時停止ボタンを押したら全く操作不能になってしまったという現象が起きてしまいました。じゃあ少し前にずらせばいいやんということで延長アームを以前試してみたんですが、激しい振動と着陸後モーターがすごい高温になっていたため使用をやめました。スモールリグさんの神対応ということで、他でですねこのようなことがあったらまずいと思ったので、起きたこと全てを動画にまとめてスモールリグさんへお送りしたところ、マイクロ SD カード含む機体代金を全額負担いたしますというお話をいただきました。私個人に起きた事実を親身になって聞いていただいて、今回のご対応には逆に感謝という感じがいたします。ご対応ありがとうございました。またスモールリグさんの方では改良版をただいま開発中ということで、そちらのリリースの方を待ちたいと思います。いろいろとありましたが、なんかいい経験にもなりましたし、海キララ館長様とイエスさんには本当に感謝です。そしてスモールリグさんのご対応もありがとうございました。今後も楽しくドローンの方を飛ばしていろんな撮影していきたいと思います。皆さんのご視聴最後までありがとうございます。